はい。皆さん、こんにちは。SYK 代表の北野です。今回はですね、2年で4億稼いで判明した、成功は知識量で決まるという話をお届けしていきます。今回の動画、最後まで見ていただくことによってですね、まあ、実際我々が2年間でですね、SNS を使って、まあ、4億円以上の売り上げを実際に作ってきた中で、まあ、そしていろいろなですね、数千人以上のクライアントを見てきた中で思った、まあ、その、クライアントを実際に、まあ、経営者、うちは事業主の方が多いんですけども、が成果に直結するまでにですね、どういったところの重点的に、あの、やっていったのか、そして成功に必要な、SN、s っていうのはどういったものがポイントになるのかっていうのを、ね、今回まとめていきますので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、最後まで必ずこの動画見ていただけたらというふうに思います。じゃあ、早速入っていこうと思うんですが、まずですね、一個目、無からしか無は生まれないっていう話がありまして、えー、まビジネス、まあ、これから年少で今3000万円の人っていうのは、1億行きたい、1億の人は3億行きたい、いろ,いろんな人いると思うんですけども、あの、売上をまあ作る時にもですね、あの全くのゼロにですね、どれだけ、えー、思考を重ねてもですね、ゼロかける x って、やっぱゼロなんですよ。で、何。 もないところにいくら努力したところでやっぱゼロの結果しか生まないよって話でそのゼロってのは全て知識なんですよね。で知識がが例えば100ある人が100 の知識に100の行動量でやったら 100×100 100で1万パワーが出るわけですよね。まあ、っていう話になりますので、全ては知識が根源になってると。成功するかどうかっていうのは、大体知識武装してるかどうかで大体決まる。これは僕自身の経験値としてもそうでした。初めてビジネスを始めて、月に50万しか稼げなかった時、100万しか稼げなかった時、そして月1000万稼げるようになった時、どんどんですね、やっぱ知識量に比例していったんですね、私の場合。で、あの、皆さんの場合もですね、あの、これぜひ覚えておいてほしいんですけど、センスとスキルっていうのは、知識量×行動量で決まるというで とことです知識量かける行動量。だから知識がいくら100あったとしても、え行動量が0でとかね。 あの、まあ、サラリーマンでで、ね、本だけは大好き、知識めっちゃあります。だけど全然行動してませんって言ったら、やっぱり、100、知識が1000あっても、行動量0だったら、やっぱりかける0で0なんですよね。なので、これは掛け算になっているよと。で、重要なのは、ま、いわゆるですね、まあ、その商品、皆さんもね、日々どういう風な商品作ったら儲かるんだろうなって、まあ、いつも考えてる方多いと思うんですよね。で、えー、まあ、それは僕らも一緒です。いろいろなですね、毎月すごいお金をかけて、マーケティングをテストをして、そして新規事業案、そしてヒットコンセプトのアイデアっていうのをですね、まあ、社内で、 あの、作り上げて、そしてですね、まあ商品をリリースして、えー、っていうの毎月僕らもやってるわけですけども、あの、結論から言うとですね、この売れるパターンとか手法っていうところで言うと、成功っていうのはですね、パターンの組み合わせなんですよね。すごい簡単に言うと、成功ってのはパターンの組み合わせ。 で、えー、例えば、まあ、皆さんが事業にして、まあ、コンサルティングのサービスを販売していきたい、コーチングの商品を販売していきたいとか、えー、ね、SSR のお客さん集めたいとかもそうなんですけども、あどういう風に提案したらお客さんに売れるのかっていうのは、これすべてですね、鉄板のテンプレートがあるんですよね。 テンプレートがある。例えば、肉じゃがを一回も作ったことのない人が、めちゃめちゃ美味しいですね、も、ま、う、あ、お袋の味を超えるような肉じゃがを作れるかって言ったら、まあ作れないと思うんですよね。まあ料理もそんなにやったこともない、ね、自炊もそんなにしていない、毎食ーバーイーツみたいな人っていうのは、めちゃめちゃ美味しい肉じゃがっていうのを、そもそも作れないと思います。でも、そこに、えー、実際にですね、実家に帰った時に、まあ母親の秘伝のレシピ、まあそれがですね、出てきたと。 えー、なったとに、じゃあそれを見ながら、じゃあ調味料はどれぐらい入れてとか、これをこれぐらい入れればいいんだなっていう風なですね、テンプレートがあれば、まあおおよそね、まあお母さんと同じとまではいかないまでもある程度お袋の味に近いような肉じゃがはまあ作れると。 まあいう話と一緒でですね、すべてパターンとパターンの組み合わせなんですよ。で、僕らその事例を膨大に持ってるっていう話なんですよね。で、すべてヒット商品の売れるデータ、自成功事例っていうのをすべてうちは蓄積しています。まあうちの場合だと、例えばタクススクールプランっていうですね、まあ収穫支援サービスがあるんですけども、まあ実際クライアントサんもですね、最初にあの初回のズームを使ったミーティングコンサルティングの時に、まあ初回のコンセプトとか商品設計っていうのを一緒にまあ構築させていただいて、まあそしてそのコンセプトっていうのも一緒に作らせていただいたりしてるんですけども、その時にもですね、まあ É, ali... 僕らっていうのは、まあ、もともとある程度、まあ、三 C 分析とか法規分析もやっぱりざっとしますけども、すべてやっぱりね、こういうパターンだとやっぱり一番売れた事例が多いとか、こういうコンセプトでいくとめちゃめちゃリストとかが取れるとか、っていうようなパターンの蓄積っていうのを持ってるわけなんですね。なので、まあ結論から言うと、皆さんの場合もですね、やっぱ成功するためにはこの知識量が非常に重要で、えー、結局ね、えー、ビジネスはセンスだとかって言ったりする人もいますけども、えー、9割方のね、僕が見てきた今までの経営者社長とかっていうのは、も、ま、う、あ、後天的に能力を見つけてる人って、 っっていうのが圧倒的に多かったわけですよセンス、能力、才能っていうのは、もう、後天的に見つけられる。で、もっと言うと、センスっていうのは、もう、知識と知識の組み合わせ。もう、パターンとパターンの組み合わせでしかないんですよ、結局ね。うん。だって、あの、今、例えば、デザインの世界とかってよくセンスだって言われたりしますけども、じゃあ、えー、すごい今、売れっ子のデザイナーの人っていうのは、おぎゃーと言って赤ちゃんの時に生まれた時から、じゃあ、その色のパターンとか全部理解できてたんですかって言ったら、知らないですよ、みんな。 好天的に勉強してるんですよ。デザインの学校に行って、自己投資して、勉強して知識つけて、経験して、いろんなものを見て、旅行先でもいろいろな広告とかバナーを見て、それで、あの、あ、こういうデザインがいいんだな。 っていうのでパターンを組み合わせて、えー、顧客のニーズに応えられるデザイナーっていうのが売れっ子デザイナーになってるわけですよね。まあ皆さんの場合、デザイナーじゃない人も、ね、たくさんいるとは思うんですけど、あのビジネスっていうのは全てもう知識です。で、えー、これね、大体の人はインプット量が圧倒的に不足しているっていうのは、これは本当に僕もですね、昨今非常にいろんな記憶を見て,て思うんですけども、インプット量がみんな少なすぎるんですよね。インプット量が少なすぎる。 なので、例えば情報発信とかでも、どうしてもなんかこの人って言葉薄いなーとか言葉軽いなーとかね、あのー、なんか面白くないなーとか、お客さんに刺さらない、営業に行ってもお客さんに商品を購入していただけない、舐められてしまう。それすべてインプット不足が原因なんですよ。 インプットがなければ、アウトプットなんて生まれないですよね。良質なアウトプットというのは。なので、結局、人間っていうのは自分に取り入れたものしか出すことはできないんで、いかに良質な情報っていうのをそして大量にインプットしていくのかっていうのはすごい重要です。まあ、だからといってね、一件注意点としては、あの、ネット上に転がっているようなその情報っていうのをひたすらじゃインプットする日々の学習とかでもそうですよ。で、インプットすればいいのかっていうと、ネット上にそもそも転がっている情報って何が正しくて何が間違ってるのかっていうのは、わからないわけですよね。いろんなブロー記事 転がっていますもうアフィリエイト目的でデタラメ書いてる記事なんていっぱいあるわけですよ。 で、じ、なので、実際にですね、まあ、もし本当にね、あ、じゃ、例えば、マーケティングを勉強するっていうんだったら、ま、僕のチャンネルを見ていただくでもいいと思いますし、ね、あの、税金について学びたいっていうんだったら、今だった、最近だった、税理士の YouTuber の方だったりとか、YouTube でもね、マーベルチャンスとかっていっぱいありますので、で、そういったちゃんとね、自分の顔を出して、そして本名を出して情報発信してる人っていうのは、まあ、ちゃんとデータをちゃんと取ってですね、責任を持ってやっぱ発信をしてる人っていうのが多いので、そこら辺の誰が書いたかよくわかんない記事を参考にするぐらいだったら、まあ、そ日々の YouTube とか、オンラインの学習とか、あとは実際お金を払ってコンサル、 受けてみるとか、まあ、僕らもね、バンバンコンサル買いますよ。あのー、昨年度2020年とか、もう2000万ぐらい使いましたね。2000万ぐらい、もう一括決済です。もう全部お金払って、全部受けるみたいな。でも、それで、まあ、だいたい4、5倍ぐらい売り上げまさに伸びてるんで、あのー、回収した金額は4、5倍になって回収していると、まあ、いうとこなので、まあ、ぜひこのインプットってところにね、ぜひお金と時間を割いていただくと、まあ、よりね、あのー、例えば自分でやったら10年かかることっていうのが、えー、半年とか、まあ、ないしは3ヶ月でできたりするので、まあ、結構ね、えー、将来の節約かなというふうに思いますので、まあ ぜひね、えー、このインプット量、えー、成功とは知識量で決まるよっていうことをですね、ぜひ、えー、参考にしていただいて、これからですね、まあ、日々、まあ、1日30分は最低でもですね、まあ、Kindle で電子書籍を読むでもいいし、まあ、僕とかであれば、ニュースピックスで情報収集をしたりとか、えー、ま、僕がベンチマークしている YouTube のね、ビジネス系 YouTuber の人の動画を見るとか、まあ、あとはですね、えー、その本を読んでみるとか、まあ、あとコンサルを受けるとかでもいいと思うんですけども、その時間を1日最低30分は取りをね、していただくっていうのをぜひ、をがけてみていただけたらなというふうに思います。 はい。ということでね、今回の動画は以上という形になるんですけども、まあ、最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。えぜひね、高評価ボタン、そして、えー、これからも有益な情報を見逃さないためにもね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そしてね、概要欄にプレゼントの方もお渡ししておりますので、こちらもね、ぜひ受け取っていただけたらなというふうに思います。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。